エージェント6は2011年7月7日に出版されたトム・ロブ・スミスの長編小説である。1950年のモスクワでポリーナ・ペシコワという女性の日記が発見され、レオ・デミドフがそれに目を通す。新人の部下グリゴリの指導をするところから物語は始まる。レオの妻・ライイサと幼女・エレナはニューヨークで開催される。 国連主催の合唱会に参加することになった。共産党員だったジェシー・オースティンは群衆の前で演説し、非難を浴びる。その後、彼は何者かによって殺害され、FBI の刑事ジム・イエーツが捜査を始める。1980年、レオはソ連軍特別顧問として戦時下のアフガニスタンに派遣される。妻、 ライサが何者かに殺害されたと聞かされた、彼は薬物中毒になってしまう。そこで彼はナラミールという女性と知り合い、彼女はレオの教え子となって大祖協力の仕事を始める。村の共同体で裏切り者として処刑されるところだったナラを助けるために、レオは村を統治していた武装組織ムジャヒリンに対してソ連を裏切るような提案をする。彼は ならと、戦災孤児となったザビを引き受けるつもりでいた。命がけで国境を越えて、パキスタンに入国。そこでレオは、CIA 職員のマーカス・グリーンと面会し、交渉の末に、アメリカへの亡命の提案を受け入れさせた。都米後、レオは、グリーンと再会し、早く、ソ連に帰国しないと二人の幼女の身に危険が及ぶと、警告される。 ジェシー・オースティンの事件を調べている中でレオは妻、ライサが誰によって殺害されたのかを知る。そして、レオは二人の幼女を守るために、モスクワに帰り、監獄で二人の幼女エレナとゾウヤに再会するので、あった。TBS ラジオ森本武郎、スタンバイ。で2011年9月1日に紹介された。ありがとうございます。